事実であれば世界が一変する驚きの発表がありました、まあ、こちらご覧くださいえ土台となっているのが永久磁石でその上に小さな物体がありますが、まあ、一部がなんと浮き上がっていますえ韓国の研究チームは室温でしかも蒸発、まあ、つまり大気と同じ環境の中で超電導状態を示す物質を世界で初めて合成することに成功したと発表しましたこの映像がその証拠の一つだとしています でまあ、これが発表されて以降です、ね、まあ、世界中でも非常に話題になっているわけなんですけれども、まあ、注意しなくてはいけないのは、ですね、まあ、この発表、決してネイチャーとかサイエンスとか、ですね、権威ある学術誌に掲載された状況ではないということです、そうではなく、アーカイブという、ですね、まあ、誰でも論文を投稿できるサーバーにまあ掲載された状況ということで、ま,あ、まだ第三者による査読、チェックを受けていません。 まあ、という状況なので、まあ、普通はですねテレビとか新聞とかで取り上げるようなレベルではないんですけれども、まあ、これ、事実なのも即ノーベル賞ものと、そういう成果だということなので、まあ、気になっている方も多いと思います。ということで,で、すね今回の動画では、超伝導を研究している、まあ、研究者、まあ、複数の研究者に、ですね今回の研究、どう受け止めたのかということを聞いています。えー、コメントををいいただいたただのののはここちらら方々でです4人の研究者からご意見をいただくことができました でまあ、今からコメントを紹介していくわけなんですけれども、その前に一つ重大な注意点があります、4人の研究者がまずおっしゃっていたのは、別のグループによる再現実験がなされないと、真偽のほどはわからないということです。 ここれは当然のことですねあの複数の別のグループが追試を行ってそれで再現できて初めてですねその研究成果は本物だと言えるということですね、まあ、今、世界中でですねものすごいスピードであのこのこ追試が行われていましていろんな報告がまあどんどん上がってきているんですけれども少なくとも収録時点ではですねこの物質は本物の超伝導だったとのコンセンサスは得られていないという状況です。 まあただですねこのスピード感というのは本当目を見張るものがありまして、えー、先ほどサイエンスのホームページにはですねこうした追試の状況などを踏まえた記事が公開されていましてその最後の一文にはこれは今まで世界が見てきた常温・常圧超伝導物質の中で最も信頼性が高いものであり今後の数日や数週間は非常に興味深いものになるだろうと書かれています。 まというようよに期待感を煽るような情報がま次々と舞い込んでいるような状況なんですけれども、まあ、繰り返しなんですけれどもあの4人の研究者には真偽のほどはわからないという前提でコメントをいただいています、まあ、その前提でま同じ分野の研究者としてまあまあ率直にどう感じたのか、まあ、何が気になりましたかというようなことを聞いていますそういうご所感をいただいています。まあ、この点は従々ご承知おきください でまあいただいたコメントなんですけれども一般向けのレベルでまあ話していただいている方からまあ専門的なレベルでコメントをいただいている方までいらっしゃいますのであの紹介する順番としてはですねまあ大衆向けのレベルでお話ししていただいている方からえー、紹介していきたいなと思いますまずはニムス物質材料研究機構の高野良彦グループリーダーです、えー、超伝導物質の探索をされている方です、まあ、もしこれが本当なら世界の常識が覆えるような大発見だと思います 室温超伝導が発見されればゼロ抵抗状態でロスなく送電や蓄電ができるなど、まあ、世界のエネルギー事情が大きく改善する大革命が起こるでしょうそれゆえ室温超伝導は人類の夢であり世界中の研究者がその発見を目指して努力していますと まあ、超電導といえばです、ね、先ほどの動画にあったような、まあ、磁石の上で浮くというような性質がありますけれどもなん、まあ、といっても最大の特徴は電気抵抗がゼロということですよね。あの身の回りにある金属というのは、まあ、非常に電気通しやすいんですけれどもそれでも一定程度の、えー、電気抵抗というものは存在していまして、まあ、それが熱として失われているという形ですね。ね で例えばまあ発電所から我々の家庭に届くまでにです、ねまあ、送電ケーブルを通ってです、ね、あの電気が送られてきているわけなんですけれども、まあ、家に届くまでにです、ね、一定程度熱としてエネルギーが失われているんですね、まあ、なので,です、ね、電気を送る距離はできるだけまあ短い方がいいということで、まあ、エネルギーは地産地消であるべきというのがまあ今の常識であるわけなんですけれども超電導材料を使えばです、ねまあ、どんなに遠く電気を流しても損失ゼロと。 いいうう世界が実現すするということこなんですね、まあ、例えばですね北海道とまあ九州を送電線でこう結べば、ですね、まあ、例えば九州でもうカンカン照りで非常に太陽が照っているというときに、まあ、太陽光発電、ですねもうあり余るぐらい発電がしたというときに、まあ、逆に北海道で曇りでもうちょっと困ってるなとなったらですね九州から北海道に電気を送ることができる、まあ、そんなことがまあ実現されると。 まあもっと言えばです、ね、まあ、例えばサハラ砂漠にです、ね、太陽光パネルを敷き詰めて、まあ、日本が夜の時にサハラ砂漠から電気を送る、まあ、そんなことも可能になるんじゃないかと、えー、まあちなみにです、ね、サハラ砂漠全体の4分の1を太陽光パネルで覆うと、まあ、世界全体が消費する電気の量を賄うことができると言われています、まあ、さらに例えばスマ,ホです、ね、あのスマホを使っていれば熱くなると思うんですけれどもこれも電気抵抗が原因です。 まあもし超電導材料をスマホに応用することができれば、まあ、電池は100年持つなどとも言われているんですね、まあ、このようにしてです、ね、超電導というのはまあ夢が広がるわけなんですけれども、まあ、現状立ち上がっている課題ハードルというのは 冷やさななきゃいけないといけととうことですねあの皆さんご存知のように、ですね超電導状態というのはマイナス200度ぐらい、まあ、超低温まで冷やさなきゃ、えー、ならないということで、例えば超電導ケーブルを作ったとしても、ですねその冷やすために大きなエネルギーを消費してしまうということで、まあ、そのケーブルを超電導にするメリットがまあ大きく減ってしまうということですね。でまあ、例えばスマホへの応用というのを考えると、まあ、スマホの中でですねマイナス200何十度というこの冷たさを保持するような小さいこう冷却剤が存在しますかというと、まあ、現状そんな、そのようなものは 存在していませんねまあ、ということですね、えー、超伝導が室温の環境で実現されて初めてまあ、超伝導素材が社会に広がっていくとそして世界が激変していくことになりますでもしかしたら今回の発表というようなですねそんな大発見かもしれないということです、えー、コメントの続きです超高圧力下であれば最近室温に近い超伝導体が発見されており比較的近い将来に超伝導転移温度は室温に達すると思われます しかし、それを上圧環境下で実現するにはもう一つハードルを超える必要があります。そのために我々も含めたくさんの研究者が努力しておりますと。まあ、超電導のハードルとして先ほど温度というのを挙げましたけれどももう一つ圧力というハードルが存在します。こちらをご覧ください。こちらは中央大学のホームページからの引用です。縦軸には TC と書かれていますが、まあ、これは超電導転移温度と言いまして、まあ、この温度以下なら超電導になりますという意味です。 えー、ただ温度の単位はケルビンでして、まあ、一番下のゼロのところが、まあ、いわゆる絶対0度、まあ、これ以上絶対に冷たくなりませんよという温度で摂氏でいうとマイナス273度ですでこれご覧の通りですね着々と高い温度でも超電導が実現する、まあ、そんな物質が見つかっているわけなんですけれども、まあ、注目はですねこの緑のところです。 えー、縦軸の250ケルミンというのは、まあ、摂氏でいうとマイナス20度ぐらいなので、まあ、これ、ご覧の通りですね室温に近い超伝導を実現しているわけなんですけれども、これ、よく見ると、ですねアンダープレッシャーと書かれていまして、まあ、つまり大きな圧力をかけないと、超伝導になりませんよということですね。ね まあ、というようにですねこれ圧力というのも超電導材料を使っていく上での大きなハードルとなっていくわけなんですけれども、まあ、そんな中、ですね今回の韓国の研究チームによる発見がもし本当ならですね、まあ、史上初めて常温・常圧で、えー、超電導を実現する、まあ、そんな材料になるということですで今回発表された超電導材料のデータはご覧の通りです超電導点温度は127度以上で、まあ、つまりですねこれ127度以下なら超電導になるということでこれなんと室温どころか。まあ 水が沸騰するのは100度でもこれ超伝導状態だとしているんですね。そして化、えー、学式はご覧の通りでして鉛と銅、リンと酸素からなる物質です。まあ、そして製造方法は硫酸鉛とリン化銅を混ぜて加熱すればいいということで合成も簡単だとしています。続いては京都大学の石田健司教授です。超伝導のメカニズムについて研究されている方です。ちなみに石田さんの研究室のホームページを見ますとメンバーの中に ホタイリョさんという VTuber がいるというまあ、ちょっと一風変わった研究室ですでは石田さんのコメントです私はオプティミストまあ楽観主義者ですのでまあ、新しい発見は常々円からし、まあ、応援したいと思っています楽観主義者な研究者の一意見として聞いてくださいでももし本当なら画期的大発見であることには間違いありません 私は超伝導の発現機構を研究しているのでどの引力によって超伝導が引き起こされているのかということに大変興味がありますある一つの相互作用電子光子相互作用で超伝導が引き起こされるという通説は成り立たないということが明らかになりつつありましたが論文では体積の変化や、まあ、一次元性による状態密度の増大が重要と書かれていて今回の超伝導は今までにない特徴を持った超伝導である可能性もあると、そういう可能性はあると思いますと いうコメントですでそもそも、ですねなぜ超電導だと電気抵抗ゼロになるのかというそのメカニズムは何なのかというところなんですがこちら、ご覧くださいでこちらは後ほど紹介する慶応大学の大橋さんが書かれた文章からの引用ですけれども左が通常の金属そして右が超電導状態の物質の中を流れる電流の様子です。 でまずこれ左の金属、まあ、通常の金属、つまり銅線の中の様子を描いたイメージなんですけれども、まあ、電流の元である電子はですね、当然こう一直線に進みたいわけなんですけれども、まあ、内部で進行を妨害されていろいろ曲がったりするんですね。でまあ、それが電気抵抗となってこう熱として現れると、まあ、それが常識なんですけれども、一方右側の超電動状態だと、ですね、なんと電子は何の抵抗もなく、するすると進んでいくんですねで。それはなぜかというと、まあ、この図にあるようにですね、 2つの電子がまあペアを組んでいるというのが鍵です。はい、このペアをクーパーツイと呼ぶんですけれども、まあ、電子と電子はマイナス同士なので、普通はこう反発して、ペアをです、ね、組みようがないと思いきやです、ね、なぜかこうペアを組めるんですねで。これを説明するのが電子格子相互作用です。 ざっくりと説明するとですね、まあ、金属はこのようにプラスに帯電した格子からなっていましてその中でですね電子がまあ飛び交っているという状態ですで格子はプラスでまあ電子はマイナスなので、まあ、電子はですね格子から影響を受けていろいろ曲がったりすると、まあ、これが電気抵抗の源になります一方これ超電導状態ではどんなことが起きているかというとですねこのように2つの電子がまあ格子の中を通過する瞬間を考えてみます でこの電子がですねこの格子の中を通過するとどんなことが起きるかというとこのプラスの格子はギュッと縮みますねあのマイナスの影響マイナスの電子の影響を受けてギュッと縮みます。ということで前を通過する電子の気持ちになって考えるとこの電子はこの格子をですねギュッと移動させた、まあ、つまりエネルギーを与えたということで、まあ、この前を飛んでいる電子からするとエネルギーを失ったということで、まあ、減速する方向に力がかかるということですね。ね まあ一方、後ろを飛んでいる2つ目の電子の気持ちになって考えますとこの進行方向の目の前にぎゅっと寄ったこうプラスがあるわけですねつまりここってのは他よりも強いプラスになっているわけです。ということは進行方向にプラスがあるということはそこに引き寄せられるということでこれ加速するような力が働きますね。 とということで本来、電子は反発してペアを作ったりはしないんですけれども、この歪んだ格子を媒介としまして、まあ、引力が発生してペアを作るということなんですね、これが電子格子相互作用です、まあ、そしてですねトータルではエネルギーの損失がゼロと、まあ、前方の方は減速するんですが、後ろを飛んでるやつは加速するということで、ペアを作って考えると、トータルで考えるとエネルギーの損失ゼロ、まあ、つまり電気抵抗ゼロとなるということなんですね。 まというようよにですねこの電子光子相互作用によって、まあ、これまで超伝導のメカニズムが説明されてきたわけなんですけれどもこれどんどんとですね高い温度でも超伝導がなると超伝導を実現するという物質が見つかるにつれてですねどうもこの理論だけではちょっと説明がつかないなという状況になってきてですね、まあ、その他の要因、メカニズムについて、まあ、活発に議論されているという状況です。 まあそんな中、ですね、まあ、今回の驚きの常温・常圧超電導について、まあ、研究チームはそのメカニズムをどう説明しているかというと複数の可能性を、まあ、指摘しているんですけれどもメインは体積収縮ですはい論文ではですねまず、えー、長い間人類は物質の特性はその構造に起因することを学んできましたしかしこれまでに超電導性と材料の構造変化との相関関係はほとんど明らかにされていませんでした方法と。 実際これまでに発見された超伝導体の生成に影響を与える2つの主要な要因は温度と圧力ですそして低温または高圧下では体積が収縮しますこの体積収縮が超伝導性をもたらすようですと,というふうに述べていますまあなるほど確かにという感じで、まあ、これまで超伝導っていうのは 超低温にするか超高圧にするかということで実現してきましたけれども低温または高圧のどちらでもです、ね、体積縮みますねギュッと縮みますねでこの体積が収縮するというこの構造的変化によって超伝導を引き起こす要因になりうるんじゃないかと。 いうことはまあ確かになんかそれもありそうな感じだなという素人ながら思いますね。でちなみにこの縮むっていうのはですね先ほど言及した、まあ、電子が通過するときに格子がこう縮むというものとい,うそういう話ではなくですねシンプルに体積が縮むという意味の体積が縮むです。はい、ということをです、ね、これ伸びた上で本物質の超伝導性は温度や圧力などの外部要因によらないわずかな体積収縮0.48%のわずかな体積収縮に起因しているんだと。 この収縮は鉛が銅で置換されることによって引き起こされるというふうに説明しています。まあ、この物質はです、ね、鉛アパタイトという構造に対して、まあ、鉛を銅で置き換えた、まあ、そういう構造なんですけれどもそういう物質なんですけれどもその置き換えによって内部で力が発生して体積が縮んでいるんだと、まあ、実際0.48%縮んでいるんだと、まあ、つまりです、ね、超低温とか超高圧とかそういう状態じゃないんですけれどもそれと似たような体積収縮が この物質では起きていてこれが超伝導を引き起こしているんじゃないかと説明しています。まあ、ということで、まあ、石田さんはですね、今回の超伝導は今までにない特徴を持った超伝導体である可能性があるんじゃないかという所見を述べていました。まあ、もちろん何度も言いますけれども再現実験がなされるまでわからないという前提でのコメントです。えー、続いてのの方ででです。す、えー。す岡山大学の秋秋特任教授です、えー、秋さんはですね、先ほどもお見せしましまた、 超伝導物質の発見の歴史を示したグラフの中にもあるこの MgB2 と書かれた二方化マグネシウムを発見された方です。で、この長年ですね超伝導物質の探索をされてきた秋光さんからしますとですね、まあ、論文では気になる点がいくつもあったそうです。この物質自身は新しいんですけれども、ちょっと似たような物質がですね、す、え、で、ー、にもうクロアチアの人によってやられてまして。 秋光さんによりますとですね30年以上前にクロアチアのジュレックさんという方が室温超伝導を示すと発表した物質と、まあ、今回の韓国のチームが発表した物質がですね似ているということなんですねこちらご覧くださいジュレックさんが発表した物質と今回の物質の化学式をまあ比べてみますとですね、まあ、一見全然違うようにも見えるんですけれども赤の PB これは同じで青の AG を CEO に置き換えていると。 そして緑の CO を PO4 に置き換えたものとなっていますとでこの今回の物質というのはです、ね、ジュレックさんが発見した物質を元にして作ったのではないかと秋水さんは見ているんですけれども、まあ、そんなジュレックさんが発見したこの物質というのは、まあ、誰もです、ね、その後超電導を再現できていないということなんです。 でまあ、もちろんだからといってですね、えー、成分異なりますんで今回のこの韓国の研究チームの物質が超伝導にならないと断言はできないわけなんですけれども、まあ、ともかくですね今回の物質というのは、まあ、突,然突然出てきた、まあ、ゼロから生み出された物質ではなく、まあ、洗礼があるんじゃないかと秋水さんは指摘しています、まあ、続いては磁石に浮くという動画についての指摘です。